ありがとうございます。まあ、千葉和彦選手という人はこういう人だということで、もう劇場も楽しみですね。劇場楽しみですね。楽しみですね。いや、期待したいところです。ありがとうございました。さあ、続いて脱いだままの横竹選手。横竹選手